皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2019年11月11日月曜日、今日の数話の言葉は発酵一憂。発酵一憂、全世界を一つにまとめて一家のように和合させること。そして今日の BGM は漂流2、その中からことをお送りしています。このアルバムはジョン万次郎、江戸末期の日本に自由の素晴らしさを伝えたジョン万次郎、高知県土佐清水市出身のジョン万次郎、その彼の生き方に感動してアメリカ本土に渡り、そしてこの作品を作りました。このアルバムを今でも BGM などに、テレビなどの BGM などによく使われております。ぜひ手に取ってじっくりと聴いていただければと思います。尺八は田辺正山さんです。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。